サーバント、キャスター、ジェロニモと言った方が分かりやすいかね？侵略、傲慢、侮蔑、どれもこれもあってはならぬものだ。そう思わないかね、君。対等、対等だとも。君と私はあくまで対等なのだ。のんびりと昼寝をするほど好きなことはない。穏やかな日差しの中でな。マスターを貶めるわけではない。しかしこの私は誰かの下につくほどへりくだれないのも確かだ。聖杯か。我が大地を取り戻すことも考えたが、犠牲は相当量になるな。これ以上奪われないように程度の願いにしておくか。では出発だ。しないのかね、侵略者の小僧め。お前のように優れた者が若くして死ぬとはな。風がささやいている。何かあるようだぞ。どうやら君の生まれた日らしいな。この世に存在するすべてに感謝したまえ。そしてお前もまた見知らぬ誰かに感謝され、人の輪は回っていくのだ。おや、マスター、どうしたのかな。血を流すことを恐れてはいけない。臆病が必要な時もあるが、万有を手放すな。うん、どうやら忠告すべき時代は過ぎ去ったようだな。腹からよ。どうした、我が友、この毒混じりの煙でも吸いたいのかね。冗談だ。彼方の世界では君と私のような絆を噴景の交わりというらしい。君のためなら私は喜び戦場へと旅立つだろう。嫌いではない。ジェロニモがジェロニモであるという感覚が強くなるからな。やれやれ、酷使されるようだ。よし、これでほぼ完璧だ。素晴らしい、マスター、大いなる感謝を。
それでは行って享受しよう。やれやれ、血を浴びるのは苦手だ。ではこれを。よろしい、行くぞ。よし。うん、そうだな。切り札を出すべきか。はっ、ぬん、ふっ、受け取れ。精霊よ、太陽よ、今ひととき我に力を貸し与えたまえ。その大いなるいたずらをサゴデジになれや。ぐっ、抜かった、すまぬ。後のことは託すぞ。キャスターだからといって接近戦ができないと侮るのは早計すぎるぞ君。ここまでだ。君の魂は大地へと帰る。安らぎを得たまえ。大地と一体化しさらなる力を得たというところか。